夏になるとオメガドライブの曲が聴きたくなる人も多いのではないでしょうか。1980年代に人気を博した杉山清貴&オメガドライブ。メインボーカルの杉山さんは現在どんな活動をされているのでしょうか。また結婚と馴れ初め、離婚の噂やオメガドライブ再結成など今後の活動について調査していきます。杉山清貴プロフィール。杉山さんは幼い頃から音楽が好きで、特にビートルズの大ファンだったそう。ロックに目覚めたのもビートルズのイエスタデイを聞いたことがきっかけだったとか。そして中学時代には吉田拓郎さんや井上陽水さん、高校時代にはアメリカンロックにハマっていたそうです。そんな杉山清貴さんは、杉山清貴&オメガドライブの前身となるキューティーパンチョスで第19回ヤマハポピュラーソングコンテストに出場し、ゴスペルの夜で入賞。それが関係者の目に留まり、メジャーデビューのオファーを受けたのですが、オリジナル楽曲の完成度に納得できず、一度誘いを断り、デビューへの道を模索していました。そんな中、トライアングルプロダクションの社長だった藤田浩一さんは、入賞以降、キューティーパンチョスに注目しており、デビューの条件として、プロによる提供楽曲の演奏を提示。するとバンドはこれを受け、杉山清貴&オメガドライブと名を変え、1983年、サマーサスピションでレコードデビューを果たしました。デビュー後は1984年、君のハートはマリンブルー、1985年、二人の夏物語、ネバーエンディングサマー、サイレンスがいっぱいなどヒット曲を生み出しましたが、方向性の違いにより、1985年末をもってオメガドライブは解散。翌1986年5月にさよならのオーシャンで、杉山さんはソロ歌手としてデビューし、20万枚のヒットとなりました。ソロ活動を開始してもなお、その人気は衰えることはなく、2016年にはソロデビュー30周年を迎え、キングレコードへ移籍されています。オメガドライブ再結成、収入は？杉山清貴&オメガドライブは、2004年に杉山さんの呼びかけにより一度再結成しています。2018年5月5日、日比谷野外大音楽堂での杉山の野外ライブ、ザ・オープンエアーライブハイ&ハイ2018をデビュー35周年記念として杉山清貴&オメガドライブ名義にて行う。2019年5月5日、前年同様、日比谷野外大音楽堂でライブを開催。2019年には12会場13公演に及ぶ全国ツアーを開催。そして再結成から10年以上の時が流れた2018年にデビュー35周年を迎えた杉山清貴&オメガドライブは、その記念すべき年に再びオリジナルメンバーで奇跡の再結成を果たし、日比谷野外大音楽堂での杉山の野外ライブのほか、2019年には12会場13公演に及ぶ全国ツアーを開催しました。そして現在はデビュー40周年となる2023年に向けて、当時の音源をリミックスする杉山清貴&オメガドライブ40周年プロジェクトが始動し、リアレンジした楽曲の特別収録も行うそうです。このように日本全国を飛び回り、ライブ活動を行ったり音源制作もされているようですが、収入についてはどうなのでしょうか。月にどのくらいライブに出ているのかなど、詳しいことは情報も出ておらず、収入に関しては予想もできませんが、生活に困っている様子などは SNS から見られませんので、それなりに稼がれているのでしょう。杉山清貴の結婚と離婚。杉山清貴さんは
人気絶頂だった1985年に元歌手の柳沢優子さんと結婚しています。杉山清貴さんが電撃的な結婚発表をしたのは1985年の6月、出演していたザ・トップ10でのことでした。司会の坂井正明さんが、結婚の噂が出てるけど本当なの?と尋ねると、杉山さんは、ええ、今月26日に東京の教会で挙式しますと生中継の放送でこう発言したのでした。当時オメガドライブといえば、2曲が同時にヒットチャートにベスト10入りするほど勢いのあるグループだったのです。そして忙しいスケジュールを縫うようにして、杉山清貴さんはこの生放送で衝撃的な発言を残し、その夜にはメンバーたちとハワイへ旅立っていきました。お二人の出会いは、結婚発表から遡ること5年前の1980年、オメガドライブがキューティーパンチョスとして第19回ヤマハポピュラーソングコンテストに出場した際、コンテストにアスペンという名のバンドも出場していました。そしてこのアスペンもキューティーパンチョスと共に入賞を果たしたのですが、このバンドのバックコーラスを務めていたのが柳沢優子さんだったのです。コンテストの後の打ち上げパーティーで杉山さんと優子さんは知り合い、杉山さんは美しい人だなと思い、話してみるととても感じが良かったのだそうです。そして同年の11月にアスペンはプロとしてデビューしたのですが、後にグループは解散し、柳沢優子さんは地元の群馬県高崎市に帰郷しました。その後1983年に杉山清貴&オメガドライブはメジャーデビュー。杉山さんと優子さんの出会いから3年、この間は2人の間には何の関係もなかったようですが、オメガドライブのデビューを知った優子さんはこの年に再び上京して商社の OL として働き出します。そして杉山清貴さんは柳沢優子さんに電話をかけて会ってもらったのだそうです。3年の空白の後に巡り合った柳沢優子さんは、出会った当時と印象が変わらず強く惹かれるものを感じたと言います。そして交際をスタートしたお二人でしたが、当時優子さんは渋谷に住んでおり、杉山清貴さんは横浜に住んでいました。たまの休日に海の見えるレストランでデートを重ね、メンバーにも紹介していたそうで、杉山清貴さんは徐々に柳沢優子さんとの結婚を真剣に考えるようになったとか。ただ番組内での電撃発表は思いつきでしたわけではなく、すでに一部週刊誌で2人の交際を報道されていたこともあり、両家が集まって正式に話し合った結果、6月26日という日取りになったそうです。そして結婚の翌年には娘の真帆さんが誕生。杉山一家はハワイに移住し、オアフ島のハワイカイという高級住宅地で優雅な暮らしをしていました。杉山さんは音楽活動をハワイと日本、レコーディングはロサンゼルスで行い、アメリカ永住権を獲得するなど、家族は順風満帆に思われました。しかしそんな生活も長くは続かず、夫婦は離婚をすることとなり、杉山清貴さんは日本へ帰国しました。離婚理由については明かされていません。その後、女優の大きなめぐみさんと同棲しているとか、再婚したなどという噂も出ていましたが、公表もされていなかったため、真相は不明です。また、現在大きなさんは、俳優の木村涼さんと結婚されています。いかがだったでしょうか。一世を風靡した杉山清貴さんですが、今後も杉山清貴&オメガドライブの活動が予定されています。どんな活躍をされるのか非常に楽しみですね。